小型小金雲アーギローピーミヌタは、小金雲かの雲の一種。小金雲に似て、やや小柄で腹部の黒い帯に赤っぽい帯が入り混じる。体長は、メスが10ミリメートル程度、オスが5ミリメートルほど。形態的には、中型小金雲に似ている。詳細は、その種を参照されたい。背光は、地色が黄色でその背面にある溝である、首溝、放射光。 中かは褐色になっており、それ以外の部分にも淡い褐色の反紋があるが、その全体が白い毛に密に覆われているために、生体では見て取りがたい。下顎、下唇は褐色。胸板は黒く、その中央に紅白色の反紋がある。ふわしは褐色で黒い感情の反紋がある。腹部の背面は、前半部では金色の鱗が一面にあり、 その真ん中に一本、細い黒帯が横に走る。後半は、黄色の横帯を隔てて二本の幅広い褐色の横帯があるが、その黒い帯の中に赤色の横帯が入っている。生体ではこの帯の色の濃い個体と薄い個体がある。腹部の仮面は地色が黒で、両側に白い縦筋模様があり、その内側に三体の白い点が前後に並んでいる。 平地から山地までの森林や里山に生息し、民家や神社などの周辺でもよく見られる。建物の壁面や池垣、樹木や草の間に網を張る。網は標準的な縁号で垂直に張られる。隠れ帯は網の中央に X 字型のものをつけるか、その一部を省略した形でつける。成虫は8から10月に見られ、産卵は9から10月頃。 網から離れた場所に不規則に糸を張った網を作り、そこに淡褐色の卵納を1から3個つける。個々の卵納には300から800個の卵が入っている。孵化した幼虫は卵納内に止まったままで越冬し、春になって出てくる。日本では本州、四国、九州と南西諸島に見られ、国外では台湾、韓国、中国からバングラデシュまで知られる。 コガネグモ族は日本に本種を含めて7種があり、メスではその模様などで容易に判別できる。オスは小さく特徴が明らかでないので生殖期に頼らねばならない。メスの特徴としてはこの族ではかなり小さいものであること、腹部背面の前の方の黒い帯がないこと、赤っぽい模様が入り混じることなどである。ただし虫バミコガネグモエイイーザーアイズは本種に似た反問を持つ。 この種は、本州以南に住み、本種より、かなり大きくなる点で区別は容易であるが、南西諸島では本種に大きくなる個体があり、区別が難しい場合がある。その場合には生殖期の形態を見る必要がある。以下、種として、一心ほか、P374 以下、小野、小型、P511、小野、小型、P511 以下、小野辺町、P425、 ありがとうございます。